皆さんこんにちは、エルカチャンネルのショウです。今日は嬉しいことがあったんですけど、今日じゃないな、昨日ですね。昨日じゃないな、ちょっと前、何日か前なんですけど、嬉しいことがあって、本当はすぐにこの動画を上げたかったんですが、欲を出してしまい、ちょっと何日か日にちが経ってしまいました。おっと危ない。なんと、チャンネル登録者数が100人に到達しました。しかしなんですよ、今朝見たら1人減って99人になってました。ぬか喜びでした。そして残念なお話が、これは僕のチャンネルだけではなく、今 YouTube に動画を上げてる方全般に、対してなんですけど、 YouTube の方から規制強化するよっていうメールが、2、3日前に届きました。同じメールが他の方々にも届いてると思います。その規制強化っていうのが何なのかって言いますと、2つ条件があるそうです。それが、過去12ヶ月、まあ、1年ですね。1年前まで遡って、新規のチャンネル登録者がまず1000人っていうのが一つと、再生回数ではなく、再生時間が、4000時間ですね。に到達されてない方々には、広告が流れないようになるそうです。広告収入の設定をされてた方々が今言った2つの条件に満たしてない場合は、今後広告が流れないっていうことになりました。これは自分もそうなんですけど、結構な方々がダメージを受けるんではないんでしょうか。子供の大きくなったら何になりたい上位に YouTuber が入っています。やはり、楽しい動画を撮って、それが広告収入がさらにそれで入ってくると、子供からすれば夢のようなお仕事だと思います。やはりその規制を強化するにあたっての確固たる理由は絶対あると思います。ニュースで世間を騒がせた、YouTuber。これは国内だけではなく国外の方々にも言える話だと思いますが、ちょっと前にも、海外の大物 YouTuber が富士の樹海で、死体を発見し、それを笑ってるところを動画に収めて大炎上したというのが記憶に新しいかと思います。国内でも、チェーンソーを持って、宅急便の事務所に乗り込み、わーわー騒いだっていう人もいましたね。正直、無法地帯になってると思います。そうじゃなくても去年の4月に、広告収入のが始まるまでの最低ラインとして、総再生回数が1万回未満は、広告収入が入りませんよっていう規制をかけばっかりでしたね。ですが、やはりそれでももうそれ以上になってる人たち、そして、どんどん過激になっていく動画、そしてそれをさらに求める視聴者、それに応えようとした YouTuber、 どんどん負の連鎖がずっと続いて、今回のことになったと思ってます。2月20日から、
今回のが始まります。正直、まだ僕は言っても1年も経ってません。しかし広告収入が現時点でまず無理というのが分かりました。僕は広告収入は正直言って2の次3の次です。 YouTube に動画を上げ始めた理由としては、地元南阿蘇村の復興、そしてそれは熊本全体のことも思ってます。地震が起きた際に何が一番できるかと考えました。汚い話ですが、やはりお金だったと思います。でも人間一人一人限界というものはあると思います。もっとできることはないかと考えた結果、 YouTube に動画を上げることを決めました。ただいきなり地元の動画をばっかり上げても注目されなければ意味がないです。なのでそれ以外のこと、みんなから注目されようっていう思いの中、他のことをやってました。これに関しては今後も変わりません。そして、みんなの注目が集まった段階で南阿蘇村の動画をいろいろ上げていきたいと思っています。そして南阿蘇村に観光客が戻ってきて、地元を離れた方々も戻ってきて、地震が起きる前以上に活気にあふれたらいいなと思ってます。今日はすごいショックなお話でした。ちょっと待って、熱い。そういうことで、エルカチャンネル、これからも頑張っていきます。皆さん、応援よろしくお願いします。まだチャンネル登録されてない方、ぜひこの機会に登録の方お願いします。そしてよければグッドボタンもお願いします。それでは今回はここまでです。ありがとうございました。